皆様こんにちは。埼玉県川口市で愛犬家の皆さんのお住まいを快適にするお手伝いをしています、セラフ榎本愛犬家住宅です。今回はペットロスの症状について3つご紹介いたします。1つは無気力うつ病です。ペットロスに陥った飼い主さんは悲しみや混乱、怒り、罪悪感、否認、抑うつといったさまざまな感情が生まれます。抑うつ状態になると元気が出ないといった軽度な症状から情緒が麻痺をして無気力になってしまう重い症状にまで至ることがあります。抑うつ状態は数日で終わることもあれば数ヶ月から数年と続いてしまうこともあり、仕事や日常生活に支障をきたすこともあります。2つ目は不眠、摂食障害です。愛犬のことを考えすぎたり無気力になってしまって眠れなくなってしまい、気力や体力が奪われて抑うつ状態に歯車がかかってしまいます。また暴飲暴食を続けたり無気力により食事が取れなくなったりする摂食障害が生じると、体重の増減による身体的負担や消化器系疾患を患ってしまうこともあります。3つ目は幻覚、幻聴、妄想です。ペットロスに陥ると愛犬との思い出を振り返ったり失った原因を探ったりと様々な角度から愛犬のことを考える日々が続きます。その中でふと愛犬の姿や声を感じる錯覚や幻覚、幻聴などの症状が現れることもあります。それはペットロスに陥った人の救いになることもあれば、幻覚や幻聴にすがることでさらにペットロスを悪化させてしまうこともあります。ペットを飼っている人なら誰しもが起こりうるペットロス。ペットロスに陥った時、大切なことは辛い気持ちを隠したり立ち直ったふりをして無理をしないことです。心を解放して思い切り泣いてみたり、周囲の人を頼ってみることも大切だと思います。愛犬・愛病と暮らすお住まいのご相談を承ります。お気軽にご相談ください。ペットリフォームのご相談・お見積もりはセラフ榎本にご用命いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。